夢なら覚めないで。6名といえば、あ、なるの、はい、あー、オッケー、イエーイ、みんなここにビジュアル系いるよ。はい、始まりました。はい、どうも、ジャッケーパです。どうも、ジャッケーパです。リクトーすくぐるだよ。今回は、はい、目黒でロックメーカー、ロックメーカーまでの道のりを、目黒ロックメーカーって言ったよ。ロックメーカー、そう、ロックメーカー。あー、なるほどね、ロックのメーカーなんだ。そうなの。なるほど、はい、当たってる。まあ、昔はね、椅子があったの。あのね、あの取り壊しになったんだね。そう、椅子がなくなって、普通のこう、あの、あれだったんだよ。そう、てなわけで、はい、てなわけで、目黒駅にやってまいりました。はい、なんと、いっぱいありますよ。山手線、都営三田線、東急目黒線、東京メトロ南北線、いっぱいある。これ来やすいね、めちゃめちゃ。でね、まず、駅を出ましたら西口に出ましょう。西口、ここが西口ですね。これ西口です。まあ大体西口に出ると思うんやけどね。で、まあ行ってみましょうか。とりあえず行っちゃうか。まず西口を出て右に行きます。西口を右に出ましたら信号渡りましょうね。はい、ね、ただ青で渡らないとね、ヒロさんに怒られるからね。そう、赤とか絶対ダメダメ、降りちゃうダメめっちゃ近い、めっちゃ近い。目黒はあれだよ、ラーメン激戦区です。ラーメン激戦区。はい、辛いのと大盛りのやつ、大盛りのやつがいい。辛いよ、やだ。じゃあ辛いの対決しよう。やだ。レッグメーカーは大盛り勝負、ライブステーションは辛いもの勝負。いや、もう無理でしょ。買えないやん。はい、渡りましょう。目黒ってさ、なんかあれらしいよ、みんな吸いたがるらしい。目黒に、あれなんだよ、芸能人が芸能人いっぱいいるの。うん、そうなの。なんか渋谷が近いイメージある。そうね、だからじゃない、やっぱ芸能人が。俺住んでないよ、目黒。あ、じゃあまだ芸能人になるから。ないよ、ないよ。リキちゃんはどうもある。あ、じゃあまだだね。なるほどね。まあまあ、そんな感じで、たまにこの材料が、あのレモンサワーに持ってるらしい。え、飲んでいく。レモンサワー、材料サワー。だけど俺まだ未成年だから飲めないな。やばいな。結構俺はね、痛いぐらいかな。なんかお化けが出る的な噂を。ね、
ゆるさんでした。噂はすゆるさんでしたわ。下手側、どこだったかよく俺も思ったよ。ね、噂が。噂あります。ありますね、皆さん。あのね、思い出した。はい、くめがめっちゃ暑いよ。暑いんだ。暑かったような気がするよ。気がする。気がするだけかな。それも確かめましょう。いやいや、はい。じゃあそんな感じで熱いライブをしたいと思います。はい、じゃあ今からあれしに行こうか、ね、なんか対決しに行こう。対決いいよ。第1試合、第1試合全力坂。全力坂坂ある？本当坂や坂や全力坂やる。全力坂やってもいいよ。いいね、やろうか。じゃあ後でやろう。じゃあそんな感じで、とりあえずじゃあ全力坂行くぜ。はい、ドラム台があるけんね。ドラム台、うん、6名間ドラム見やすいんじゃないかな。じゃあドラム層はね、そう、あの6名間に来なかったらすぐさこの後見れないと思っていい。じゃあそんな感じで手取りも俺が決めましょう。はーい、はーい、じゃあねー、じゃあねー。